はい、どうも、こんにちは。今日はですね、本日配信のイベントクエスト。こちら、上位の称号、豪傑の心か。こちら、やっていきたいと思います。依頼内容、シナちゃんよ。闘技場で体格差が著しい、ティガレックスとディアブロスが激しい死闘を繰り広げている。しかし、お前ならばこの2頭、をも、レグであろう。達成した暁には新たな称号を授けようということですね。闘技場でティガレックス1体とディアブロス1体。で、依頼内容によると、体格差が激しいと書いてありますね。聞いたところによると、あれらしいですよ。金冠救済クエストらしいので、やっていきたいと思います。テスト装備は、まあ、片手剣でいこうかな。ちょっと最近 TA 練習してるんですけど自分一応、ギルドガードじゃないな。ギルドガードか。金冠が、多分取ってないと思うので、確認ができるかと思います。ディアブロス。銀冠ないですね。ティガレックスも最小銀冠だけですね。なので、これで確認をしていきたいと思います。いつものご飯を食べて。あ、全然発動しなかった。いきましょう。最近本当に、ちょっとね、バルファルクの TA もやりたいし、ガンランスもちょっとやってみたいなって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、本当に。ちょっとね、ストーリーズがね、ちょっとね、忙しすぎる。めちゃめちゃ楽しくて、本当に分身が欲しい。一人じゃ足りないって感じですね はい。じゃあ、ちょっとその話は置いといていきましょう。ディアブロスがでかい。ティガーはちょっとちっちゃいかってぐらいかな。そんなにべらぼうに。でもなんか聞いたところによると、金冠らしいので、まあ多分、こっちは最大、向こうは、おー、でっかい。お、いいよ。あ、嘘。なんで今、カウンターやったじゃん。これね、上位でね、同じエリアは普通にきついね。どうしようかな。とりあえず、あー、ミスった。とりあえず、双竜して、双竜終わったら柵を使っていきたいかな。今、いやー、遅いか。早いか。いや、これ普通にきついですね。いや、死ぬー はい、普通に死にました。雑魚飯なんで。ちょっと皆さん、これは、めちゃめちゃ簡単にできるよっていうクエストではないですね。さすが。じゃあもう一回行きましょう。よし。あ、うっす。当たらんか。どっちを見るのがいいんだろう。どっちも見ない方がいいのかな。いやーん。いやーんだな。いや、マジで。これやばいね。普通に。三乙も視野に入れていきましょうか。そろそろ双竜ができませんか。交流ができたらもう。お、いいじゃない、いいじゃない。交流ができましたと。交流が終わったらもう、柵をバンバン使っていきましょうか。いいよ、いいよ。
オッケーオッケー。で総流離脱でね、こっちにちょっとダメージを与えつつ、あ、ミスったミスった、ね、与えつつこっちに総流ですね。オッケー、いいね。どれがいいかな、普通に普通に突進かな。あー、これが良さそうですね。ミスった、ミスった、連続でやっちゃった。あい、2回分ぐらいミスったな。まあしょうがない。というわけでそろそろ使っていきたいね。で、そろ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 柵を使っていきましょうか。いてー、そろそろ柵を使っていきたいな。ちょっと待ってね、場所が悪いね。どっちか来い。お、いいよいいよ、今今ー、ダメだ。どっちか、どっちか来い。これは、あー、むずいね。うまいこと柵を使っていきたいんですが、これでいいか。オッケー。じゃあ、ティガから行きましょう。ストーリーズ2では、とてもお世話になってるティガレックスさんですが、あ、いかん。こちらでは、容赦なくぶったたいていきましょう。これね、柵ね、多分30秒ぐらいしかないんで、本当に全力でやらないと。あー、もったいない。いてー。でも焦ると良くないんですよね。ジャストラッシュ。ジャストラッシュ、あーあー来ちゃった。いってー、マジで。あっ、どうでしょうはい、皆さん気をつけましょう。受け身を取るとああいうことが起きます。はい、マジか。ちょっと3オツはないよ、マジで。いやー、きついなー、普通に。おいでおいで。いやー、もうもうそこでそこで、いやー、ちょっと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 、ちょっと重ならないでよー、ちょっとー。どうします？今、いやー無理。柵、これさ、柵も使いづらいよね、こんだけ密集してると。おいで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 。いや、ダメでしょう。これでティガだけ来る？来ない？いやー、待ってよ、普通にきついって。今今今今今じゃないかなで、これさ、普通、あー無理だな、普通に少ない。今だな、今今今今だ、よし。で、向こう行きましょうか。ダメだ、やば。ちょっと待って、どうしようかな、困ったな。こっちやるか。あっおいっていう夢を見たんだよね。
あ、嘘でしょ、外したっていう夢を見た。こっから本気でやりますね。ちょっとね、マジで久しぶりすぎて、言い訳ですけどね、久しぶりすぎて、ライズがわからない。操作方法が、タイミングが、普通にむずい。いやー、普通にこれ。ちょっと本気でやります。まあこの辺はねサクッと終わらせるんでね。イエーイ、最大記録更新。あとはもう一人なんでね、ゆっくりやっていきましょうや。よくもやってくれたな。見て、空中はダメ。はい、まあ本気出せばこんなもんですよ。はい、ゼロゼロオーズですよ。まあ本気出せばねこんなもんです。いやー、本当に一回死にましたね。一回というか3落ちしましたね。普通に難しかった。こう、 うまいことね、柵を使いたいんですけど、なかなか2体とも動くので、柵を使うのも難しかったですね。まあ、皆さんもぜひ、力試しにもなりますので、やってみてください。やっぱ久しぶりにやると楽しいな。 TA やりたいな、早く。お、報酬はまあ普通ですね。瑠璃原種が結構出やすいのかな。4個出てますね。勇気の証 G か。まあ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 普通ですね。特に何か作れるようになるわけでもないので、で、称号を解放しましたですね。称号を獲得しましたですね。まずちょっと確認していきたいのが、最大最小ですね。見慣れてないのがわかりますよね。はい。ティガレックス最大金、ティガレックス、あ、最小金冠、ディアブロス最大金冠ですね。これは多分確定ですね。金冠救済クエストを、みたいですね。うん、素晴らしい。こういうクエスト増えていくと、金冠難民の方が救われるんじゃないでしょうか。
ぜひともよろしくお願いします、運営様。はい。で、なおかつですね、こちら称号が、こっからかな。焼けマスター、症候群、ネガティブ、ポジティブ、にゃんにゃん、まんじゅう、恥ずかしがり屋、わがままボディ、ペットまみれ、男の勲章。なかなか面白い。どうしよう、なんか作ろうかな。わがままボディのあやめさんとかにしたいんだけど。ないよね、あやめさんを後に持ってこれないから。はい、ということで、この称号が手に入るプラス、最大金冠、最小金冠の救済クエストとなってますと。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さんもしよければイベントクエストやってみてください。で、今後もライズの動画とストーリーズ2の動画上げていきますので、もしよければご覧ください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。